さん、こんにちは。今日の動物です。皆さんはカワウソといえばどんな姿が思い浮かびますか？柔らかい毛と可愛い顔をしたカワウソが思い浮かぶと思います。しかしまだアマゾンに住んでいるカワウソを見てないのであるはずです。今日紹介する動物はワニも食べる大カワウソです。アマゾン川にはワニやアナコンダ、ピラーニャなどの恐ろしい動物が住んでいる。このような危険な地域を生き延びるには可愛い顔は役に立たない。大カワウソはイタチ科の動物の中で最も体長が長いと言われている。普通のイタチ科動物は体長が1メートルを超えるのが難しいが、大カワウソはオスの場合 1.2 メートルまで伸び、メスも1メートルに達し、お腹まで合わせれば成人男性の身長ほどになる。日本に生息するカワウソは単独で生活したり家族単位で生活しますが、大カワウソは群れをなして生活し、他のカワウソは夜に活動する夜行性動物だが、得意なことに大カワウソは昼間に活動する中高生動物である。大カワウソは通常4匹から10匹の群れを形成して生活するが、群れを形成した状態では自分より大きいジャガーやピューマと戦って勝つこともある。他のカワウソのように主に甲殻類や魚類を食べ、ナマズやカラシンを食べるが、お腹が空いた時はピラニアも食べる。他の餌が不足する場合には集団でカイマイワニやアナコンダまで狩って食べる場合もしばしば発生するが、現地人は川の狼とも呼ぶ。ワニやジャガーと戦うほど荒っぽい性格だが、賢くて人をむやみに攻撃することはないという。人々が乗ったボートに乗り込んで魚だけを食べて逃げる姿を見せたり、人に関心を持つオオカワウソもいるという。しかし決して安全な動物ではないので、いたずらで手を差し伸べると指を切ることもあるので注意しなければならない。スリナムをはじめとする一部の国では子であるオオカワウソをペットとして飼ったり取引したりするが、オオカワウソは成体になると非常に大きく育つ動物なので人が統制しにくくなる。しかし最強のオオカワウソも現在は絶滅危惧種に指定されている。毛皮を得るための乱獲として現在野生には5000匹ほど残っており、生息地の破壊により次第に減少すると言われている。今日はカワウソの帝王オオカワウソについて紹介しました。次に紹介する動物も期待してください。